スロー、スロー、はい、スロー、スロー、はい、スロー、スロー。サチエさん、すっかりダンスに夢中だね。ね。でも、サチエさんの場合は、ダンスっていうよりか、平井先生に夢中って感じかな。確かに。あ、ねえねえ、カナエも早く踊れるようになって、うん、ダンスパーティー一緒に行こうよ。ダンスパーティー、うん、すぐにいろんな男の人と仲良くなれるんだよ。あー、私は、そういうのは。もう、カナエは、旦那さん一筋だもんね。もう言うこったら。まあ、羨ましいっていうか、なんていうか。あ、カナエの番だよ。うん、よかった、ありがとう。カナエさん、どうぞ。あ、じゃあいきますよ。はい。はい、スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、スロー、スロー、はい、もう一度ですね。はい、これもどうぞ。おいしい、これ本当、よかった。なんか悪いよな、毎回おいしいものをいただいちゃって。いや、この部屋貸してるお礼はちゃんともらってるのに。まあ確かにそうよね。このまま行ったら太っちゃいそう。カナエたちはダンスでほらスリムになっていくのに。ね、それならあなたもダンスやりましょうよ。一緒に踊らない？絶対楽しいから。うーん、なんか照れくさいしさ、僕はいいよ。そう、サチエさんの旦那さんもそう言って誘っても来てくれないんだって。うん、やっぱり日本人だしさ、ダンスって言われてもね。そっか、もうちょっと食べようかな。おっかか。おいしい。うん。どうしちゃったのかしら、優子さん。レッスン続けててください。ちょっと出かけてきますので。わかりました。じゃあ続けますか。サチエさん、どうしたんだろう。レッスン中に。あれ、サチエさんは？あ、なんか休養ができたとかで慌ててお帰りになって。あ、そうなんですか。休養ですか。なんか今日は変な日ですね。そうですね、なんかみんなどうしちゃったんですかね。あ、そうだ、レッスンまだでしたよね。あ、はい。でも先生、お時間大丈夫なんですか。今日はもう予定ないので。あ、じゃあお願いします。じゃあブルースの復習からやっていきましょうか。はい、はい、スロースロー、はいはい、スロースロー。うん、美味しい。カナエも食べたらいいのに。うん、私はさっきいただいたから食べて。うん。いや、それにしてもこんな美味しいのうちの近所にあったんだね。すぐそばだしさ、お店の前も何度も通ってたし、興味がないことはなかったけど、一回食べてみると、うん、また何度も食べたくなるような味だよね。
じゃあ今ちょっとお茶持ってくるので少し待っててください。はい。スロークイックイスロースロークイックイスロー。幸恵さんやるよね。何が？スロー。この間うまくいかなかったって言ってたけど、平井先生とキスしちゃったんだって。スロークイック。え、キス？そう。あんなおとなしそうに見えて自分からしたんだってすごいよね。そうなんだ。でも大丈夫なのかな。だってさっき演奏って旦那さんいらっしゃるのに何言ってんのかな。佐知恵さんも平井先生も結婚してるからこそ可能性があるじゃん。佐知恵さんだって平井先生のことを体目当てって言ってたよ。体目当て、うん、あ、私の番だ。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。気をつけて。ね、先生、お茶飲んでいきましょうよ。え？いいじゃん。ね、奥さんに怒られちゃうの。いいじゃん。平井です。